さてウィークエンドテラちゃんですコメンテーター経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いします,しします政府が物価の上昇傾向を受けデフレ脱却を表明する検討に入ったと共同通信が複数の関係者への取材で分かっ だと3月2日に報じました共同通信によると今春闘で物価高に見合う賃上げが実現するかどうかや消費者物価指数をはじめ幅広い経済指標を踏まえて総合判断することになるとした上ですでに岸田総理による記者会見でのデフレ脱却宣言の表明も計画されているといいますえ、まずは政府のデフレ脱却宣言をするということについて田中先生 これもはやデフレ脱却宣言もやむなしという感じですかいやまあ岸田、ええ、さんの国会での発言を聞くと、えええー、デフレにあの再び戻るリスクもあるか。 あると思ってるというようなことも言ってますんでそこら辺はかなりまだ慎重かなと、うん、え少なくとも春闘の,、まあ、あの,本,体の方で本体の放送の方でも何度も言ってますけれども、はい、え去年の賃上げと今年の賃上げっていうのはあくまでもコストプッシュ、はい、えつまりあの物価がなぜ上がるかっていうのは経費が上がるつまりエネルギーだとか輸入品の価格が上がることによってコストが上がることによって物価が上がる、ねはい、これはコストプッシュが ええ、もう1個は、えー、人気が出て、はい、みんながいっぱい買って、うん、品不足になってあの価格が上がる、ええ、これはですね、えー、買う側のが原因になってリマンドプル型っていうんですよね、はいええ、でこの2つの要因で、えー、物価っていうのは動くわけですよ。はい、で、えー、コストプッシュ型なんですよね去年の,、はい、あの物価上昇も今年の物価上昇も基本的にね。はいええ、でそれに対応して、えー、賃上げが生活防衛的に 上がったと、はい、生活防衛的にね。でリマンドプル型の、えー、物価上昇っていうのはいまだに、えー、十分実現されていないわけですよ、はい、どうしたかっていうと、うん、物価の動きもね あのちょっと油断すると、これもう2%割り込むような形ですよね、えーえー、今2、2%ちょうどぐらいですか、えーえー、ちょっと油断すると、おそらくインフレ目標のターゲットは2%割り込んでしまうんじゃないかという見方が大きいわけですよね。はい、つまり、リィマンドプル型の、えー、物価上昇要因が弱いという中で、じゃあ、それね、ちゃんとそれを反映してね、賃金が上がるかっていうと、今までの歴史を見ると、それで賃上げに結びついたっていうのが、 な一番その、なんて言いますかね、あの人手不足が、えー、賃上げに反映した、うん、つまりリマンドプル型みたいなところでね、それが2018年から2019年の前半ぐらいにかけてなんですよ、はい、アベノミックスの終盤ですよね。えー、で、その時も賃,あの賃上げはです、ね、今みたいなほど上がってないわけですよね。えー じゃあ、えー、今ぐらいの賃上げが実現するためにはどのくらい物価上昇が必要かというとリマンドプル型でおそらくね、あのー、3%近く、えー、じゃないとおそらく、えー、政府も、えー、労働組合もそして、えー まあ、あの経営者側も十分な賃上げをしようっていうね、機運が生まれないんじゃないかっていう可能性がありますからね。で、言っておきますけど、えー、今そういったふうになってないわけですよ。よ、はい、あくまでもコストプッシュ型ですからね。えー、それを考えると、何ですか、デフレ脱却宣言ちゅうのは。早すぎますね、はい。そうですね。今の田中さんのお話聞いてても、はい、え、それでなんで今、デフレ脱却なんだろうって感じがします、ね。だから、デフレ脱却にして、金融緩和を終わりにしたいとか、<ー>積極財政を終わりにしたい人たちがいっぱいいるわけですよ。えー、財務省とか財務。 とか財務省とか、け、はいらんだいけいらんだいとか、えー、朝日マスコミ、毎日新聞とか日経新聞とかね。で、2月27日に発表された今年1月分の全国消費者物価指数、えー、これは生鮮食品を除いたコア CPI、えー、前の年に比べて2.0%の上昇、えー、22カ月連続で日本銀行が掲げる目標の2%を維持したことにはなっています。日銀の高田審議員も2月29日 の講演で政府日銀が掲げる2%の物価安定目標について実現が見通せる状況になってきたと述べたと言います一昨日声だなあいいですかちょっと邪魔しちゃってどうぞどうぞ日銀の高田さんねこの人あの国際暴落の人でしたねあ昔懐かしい21世紀初めぐらいね僕彼の本読んだ時にもう10ページを読んだ段階でもう何書いてんだよとか思ってですねでその人が今日銀審議員ですかなったんですいいっすね いいっすねまあ冗談ですけどだからその人が言ってるんですよね,ね実現だから僕の発想と違うんだ、はい、さっき言ったように物価上昇っていうのはコスト型と、ね、需要型 2>,、えーはい、2つの要因で物価が上がると、はい、今はコスト型で上がっていましたと、はい、でその要因がなくなってきたので、えーえー、物価上昇率がだんだん下がってきてるんですよ、うんはい、で今2%でしょ、えー、でおそそらくそれを下回ると、うん いいう感想が強いんですよ、ええ、それはどうしてかっというとだから実現が2%の物価安定目標について実現が見通せる、ええ、つまり高田さんは需要が、ね、2%を実現するぐらい強いと思ってるんですよ。ところが消費なんか見たら弱いんですよまだね、ええ、低迷してるわけですよ。はい だおととい日意なんですよ、うん、僕からするとね。はい、だから彼も要するに21世紀初めに、ね、国際暴落と言ってるわけですよ、金融緩和したら。はいね、だから金融緩和は否定論者なんですよ。つまり日本のね、あのー、なんて言いますかね、えーまあ、へんてこなあの経済観を持つ人たちがずっと社会の、あのー、上層にいるわけですよ、はい、マスコミ、財界。えー 官僚政治家にね、はい、その人たちは緊縮財政がいいと思っていてデフレ経済の方がいいと思ってるんですよ。うん、どうしてかっていうとまあこれねちょっと左翼的な考えになっちゃうかもしんないけど、うん、資産持ってると、はい、資産ってね <laughs> 実質資産って、はい。 物価価でで資資産産をを割るんすの値これ見えないと思いますが P で A 割るんですね資産の価値を。そうするとデフレになると分母が下がりますよねそうすると全体が上がるんですよ資産の価値が同じでも名目でも。 だから富をいっぱい持ってる人たちはデフレの方がいいんですよはっきり言ってだからあと官僚もいいわけ官僚の人たちって俺の給料もそうなんだけど実はあんまりあのね営業成績なんか関係なくてあの だいいた決まった割合しか変動しませんよね固定給みたいなもんだ発想的にはだからそういう人はやっぱね変わんないからね変わんないから今みたいなインフレになっちゃうとずっと賃金があまり変化しない人たちは逆に生活困っちゃうんですよねだから官僚の人たちがインフレ嫌いでデフレ好きっていうのは分かりますねその中で俺なんか しょ、俺、すごいっすよ。ええ、え、ガンジえ、なんてで,ですか急にどうしてガンジになっちゃった、ええ身をき ねデフレ脱却っつって自分の給料を減らすようなこと言ってるわけですよ、ね、あそういう捉え方によれば相当、ね、なんか俺今貧血気になってきちゃった <laughs> いやいやまあこの高田審議員の発言から今の田中さんの発言になったわけですが <laughs>、まあ、この高田審議員の、えー、実現がですね2%の物価安定目標について、えー、実現が見通せる状況になってきたと述べましたでこの発言から考えると3月か4月に 日銀物価安定目標を達,したと達成したとして金融政策の正常化金融緩和解除に踏み出すという見方が、まあ、強まっている。 ね、ですけれども、まあ改めてこの日銀の金融政策上田総裁。おととい声ですよね。だから。どう判断するか,です、ねだかうん。だからマイナス金利解除なんかしちゃったらですね。はい、これ。短期金利が、まあね、ゼロパーセント前後に上がるだけではなくて、はい、長期金利も当然上がってきますしね。はい、まあ住宅ローンなんかにも影響しますよね。よはい、いろんな消費、耐久消費財、車だとか。冷蔵庫とかね、洗濯機とか、はい、そういったも分割で買おうという人たちにとっては、はい、負担にな。 今、消費が弱いのにそんなことしてどうするんだという、おととい、えー、来いっていう感じですよ、すね、はっきり言って。えーでまあ、ただ、先ほどから田中先生の考えと同じようにです、ねえー、デフレ脱却というにはまだ早いよという声もあのたくさんあるのも事実です。えー、で実際に日銀では2%の物価安定目標の実現に向けて、需給ギャップ、インフレ期待、賃金上昇率などを反映する、基調的な物価上昇率の動向を重視していますが、 日本経済の潜在的な供給力と実際の需要の差である需給ギャップこれが去年の7月から9月期にマイナス 0.37%10 月から12月期の速報値でもマイナスとなっていますまた2月27日に発表された令和5年12月分の毎月勤労統計調査この結果見ますと去年の春闘3%台半ばのこの賃上げの率だったにもかかわらず パートタイム労働者の時間あたりの給与こそ前年比3.8%増ですが一般労働者の所定内給与1.8%増とまだまだ賃金上昇は鈍いというふうな指摘があるんですね田中さんこういう数字が出てるんですねだからですね、えー、別にあの金融緩和をね、えー 事実上そのマイナス金利を解除する、まあ、実際には YCC を去年修正した時に今回の事態はまあ予測されていたわけなんですよ、うんはい、はっきり言ってね、ええ、だからまあそういった点を考えるとまあ金融緩和を手仕舞いしていくんじゃないかと、うんはい、これねあのマイナス金利を解除していくとねそういったあの観測がマーケットやマスコミを中心にやんやと出てくるわけですよ。はいええ、そうういっったことがまあ一般的になっちゃう とまあやっぱね、はいえー なあちょっとね、うん、こう厳しくなりますよね、よねこれからの賃金上昇が、えー、例えば今年はねさっき言ったようにコストプッシュ型を反映するような形でまだね、はい、あの賃上げは行われますが来年以降安定的な賃上げがねこれからずっと続くかというとそれなかなか難しくなっちゃうんじゃないかと思いますよね、はいでえーまあ、一応、ですね岸田総理は日銀の上田総裁が先週、日本経済についてデフレではなくインフレの この状態にあると述べたのに対し先ほど田中さんもご指摘のとおり再びデフレに戻る見込みがないと言える状況にはないとデフレからの脱却には至っていないという認識を示したとも言います岸田総理どこまでこの考えを維持できるのかそしてどのタイミングで考えを変えるのかということですねまあ今のね、はい、世論状況、えー、おそらく景気がね株価は上がっていけど、えー、庶民的には全然ね まあ恩恵ないよと。 バブルの時も大体そうだったんですけど、結局は、それでもね、やっぱこう賃金がしっかり上がってくれないと困るっていうのが庶民の声で、岸田さんはね、国会でも言ってましたけど、SNS 見てるようなんで、そういった声が圧倒多数なのは知ってますからね、やっぱこのね、再びデフレに戻る見込みがないと言える状況にはないと、慎重なことを言っている姿勢は、僕は、彼は政権にいる間は、多分変わんないと思いますよ、はっきり言って。 えー、そういった点では、ね、あのちゃんとした経済政策のコアは持ってないんだけど、はい、世論がちゃんとしてるんで世論,る、えー、世論がちゃんとだからそういった点ではあの他の人が総理大臣になるよりも、うん、まあいいと思いますよ。あの世論の意見を、えーえー、聞くと、はい、聞くどころか、えー、それを パクってるという点ではまだいいと。これがあの陳志郎さんとか、そうですか。あの太、ー、郎。ええ さんとかになっちゃうと、はいええ、自分の自我が働いちゃいますから。もう俺だーみたいな。感じですね。ねええ、俺サーフィンしてくるわ、チンジローとして <laughs> っつってですね。ソラジマにサーフィンどころの話じゃないんだからとですね。はい、ええええ、まあ、それにしても、三月二日に岸田総理が衆議院予算委員会で、政府としても消費者物価は。このところ緩やかに上昇していると認識しているが、日本経済は再びデフレに戻る見込みがないと言える状況には至っていない。したがって。デフレ デフレ脱却には至っていないと考えていると話した。直後に共同通信が、政府はデフレ脱却を表明する検討に入ったと報じる。まあ、これどれだけ共同通信も総理への信用がないんですかね。これね。まあ共同通信ですから、はっきり言って共同通信さんも金融緩和とか積極財政を一刻も早く終わりにしたい派ですからね。ええ、昔、僕が学生だった時にゴールデン街で共同通信。の なんか偉いね、えええー、記者さん二人ぐらいが俺の横でなんかね,ね、はい、自慢大歌してるんですよ。<う>今はもうねいないと思いますし、はいはい、ね。 あれですけどね俺いっぱい本書いてんだよ、ぐわーっつってお前は学生みたいでお前の先生誰って僕の師匠の師匠はスティグレッツですよ、スティグレッツね若造ね、俺の方が本書いてるわみたいなお前らの本って誰なんだよってあと家帰って検索したら共同通信社から出してるんですね。自自分分ののととこころかからら出ししてる はいはい、つうかそんなんねな俺に自慢すんなよと。ねっでもまあ共同通じて<ー>、うん、ほんとちょっとね。 ななのっっ <laughs> まあそれよりも新鮮だったのは田中さん今お酒飲みませんがゴールデンが行ってたんだなっていうねあそうなのうな昔はね行ってたのねやべ俺つけあんね <laughs> えつけはもうもうその店ないんじゃないですかもうねそれあるんですよあるすごいですねたまに気になってねあ<え>まだあるまだ <laughs> 俺の証拠が消えねえみたいな <laughs> つけまあそのうち行きます時代だったな <laughs> <laughs> はい以上ウィークエンドテラちゃんでした田中先生ありがとうございました。